では松本さん、よろしくお願いします。はい、松本です。よろしくお願いします。えっと、今回はシークエント計算とカット消去定理ということで、えっと、発表させていただきます。えっと、まあ、えっと、これ2020年11月14日と書いてあるんですが、えっと、いくつか修正しなければいけない点が見つかったので、えっと、発表後に、まあ、最終版として、えっと、この資料をもう一度、どこかで上げたいと思います。はい。<laughs> えてますかね、大丈夫ですかね。はいえー、とじゃあまず、カット消去定理とは何かということなんですが、えー、カット消去定理とは、えー、シークエント計算と呼ばれる証明体系における、えー、カットと呼ばれる推論規則、えー、それを用いた証明に対応して、同じ結論を持つカット規則を用いない証明が存在すると。より理想的にはそのような証明に書き換えることができるということを主張している定理ですね。はい でこの定理最初に証明した原点は、この1934年の論文において、えっと、次のように書いています。これは、えっと、この人による、スザボさんによる、えっと、コレクテッドペーパーズの、えっとはい、英訳です。えっとでえっと、ここでハープサーツと呼ばれているのが、えっと、カット消去定理ですね。はい えっと、ああ、うん、ま、一回、カット消去定理です。はい。で、カット消去定理からは、えー、っと重要な系がいくつも従いまして、えー、っと特に、えー、この文章の後半部分は、えー、っと部分論理式性と呼ばれる、えー、一つの系に言及しているものと考えられます。で、本校では、えー、っと、この現在の言論文の方法による古典命題論理のカット消去定理の証明を紹介して、えー、そこから得られる系として、部分論理式性、無矛盾性、決定可能性、 という3つを示したいと思います。はい。あ質問があればチャットにどうぞいつでも書き込んでください。はい、はい。では。じゃあ、第1節のえ証明論入門に入りたいと思います。えっと、本日はこの1節しか進みません。はい、で小説1の1が書定義で、えっと、シークエント計算等の 定義がなされま,すまずは論理式の定義から始めます。はいえー、とまず、加算無限項の命題変数の集合を用意します。直感的には、えーと、これ以上分解できない命題のことだと思ってください。加算無限項あれば十分です。はい、で命題変数というのは、こういうふうに P という文字の右下にまあ自然数が割り振ってあるんですが、 えっとまあ、いちいちそれを書くとめんどくさいので、えっと、命題変数を表す記号、記号として PQR っていうのを用いていくことにします。はい。で、これらを用いて論理式が定義されます。まず、えっと、命題変数そのものが、まず論理式ですね。はい。P0、P1 とか、それらがすでに論理式であると。はい。で、すでに論理式だと分かっている A、B について、えっと、それに否定記号をつけたもの、で、ならば記号で結んだもの、かつ、 の記号で結んだもの、またはの記号で結んだもの、これらが論理式になっています。まあ、正確に言えばそれらにカッコをつけたものですね。はい、ただし、カッコはえっとしばしば読みやすさのために省略されます。えー、省略のされ方は、後の例でえっと確認していただければと思います。はい、で、えー、論理式を表す記号として A、ABC、えー、大文字のアルファベットの中で、ま、あ ABC ぐらいしか使わないですね。はい、さて、まあ、以上で論理式の定義が終わります。で、論理式 A について、その部分論理式というものが定義されます。はい、まず、A 自身は A の部分論理式です。A 自身は A の部分論理式。はい、でもし、否定の B が A の部分論理式だったら、B も A の部分論理式になりますし、 B0C、えー、と丸っていうのはまあこういう2変数の論理結合式 B0C が A の部分論理式であれば、B と C を A の部分論理式であると。はい、まあ、論理式の一部分っていうことですね。それ自身で論理式となるような A の一部分。それがまあ部分論理式ですね。はい。で、次。論理式について、回数ランク A というのをえと定義しますと。はい。 それは、えー、と論理式に現れる論理結合子の個数と定義します。はい。大丈夫ですかね。えっ、ー、と、例で確認してみましょうか。はい。えっ、ー、と、この記号列なんですが、えっ、ー、と、まあ、P0 とか P1,P2,P1,P3、これらはすべて命題変数なので論理式ですね。論理式です。はい。で、 例えばこの P2 に否定記号をつけたものも論理式ですし、論理式と分かっている P1 と NotP2 に並ば記号で結んだもの、これも論理式。それに否定記号をつけても論理式ですし、すでに論理式と分かっている P0 とかつで結んでも論理式みたいな感じで、この記号列は論理式であると分かります。はい。それからこの論理式の部分論理式ってどんなものがあるかっていうと、まずこれ自身ですね。元の記号列、それ自身は自分の論理式。 でえー、とこれはあの2つの論理式が、えー、とならばで結ばれた形をしている。A ならば B の形をしている。そしたら、まず、あ、はその A の部分とか B の部分も部分論理式ですね。はい、で例えばこの、これに注目すると、これに注目すると、これは論理式がかつで結ばれている形をしていて、その左側の部分とか右側の部分も、えー、と部分論理式。それから、こっちもそうですね。これは2つの論理式がまたはで結ばれているということで、 えっと、左側の部分と右側の部分、これらも部分論理式になって、でどんどん解体していくと、まあ、全部で部分論理式はこのぐらいあるということです。はい、でこの論理式の回数ランクなんですが、えっと、1、2、3、4、5、6、7と、まあ、全部で結合詞7個出てきているので、回数は7です。はいまあ、回数では論理式の複雑さを表します。はい じゃあ次、証明の定義を行います。証明の定義を行います。はいえ。論理式の有限列のことをコンテクスト、文脈と言います。はい。まあ、空列でも大丈夫です。はい。空なコンテクストもコンテクストですね。はい。で、えっと、コンテクストを表す記号としては、大文字のギリシャ文字を使います。はい。大文字のギリシャ文字を使います。はい。で、コンテクストガンマデルタについて、 えっと、ガンマならばデルタという有限記号列。このことをシークエントと言います。えっと、この記号も、えっと、ならばと呼んでしまいます、はい。ガンマならばデルタという有限の記号列、表現をシークエントと言います。はいでえっと、このシークエント計算に関して、えっと、証明を定義するんですが、えっと、証明というのは公、まあ、理からスタートして、えー、推論規則を繰り返し適用して、えー、結論に至る。そのような、えっと、感じなんですけども、 えっとまず、議論のスタートポイントになる、公理は A ならば A という形、というシークエント。これが公理ですね。A は2の論理式です。論理式 A について、A ならば A がシークエント計算の公理です。で、L カーの推論規則、あ、これ L カーって読むんですけど、L カーの推論規則はたくさんあります。以下の通りです。たくさん、非常にたくさんあります。まず、この上の6つ。 ないし、えっ、ー、と一番下も入れる場合もありますけども、まあ、ここれら、えっ、ー、と、そうだな。はい、しし下も入れて大丈夫ですね。はい。えっ、ー、と、まあ、この上側の規則のことを、えっ、ー、と、構造規則。構造規則と言います。ストラクチャルルールですね。構造規則と言います。はい。で、例えばこのルールは、えっ、ー、と、シークエントの左側のコンテキスト、レフトのコンテキストに、えっ、ー、と、論理式 A を追加する。 ウィークニングですね。これ、レフトウィークニングというルールになります。論理式の左側にあシーケントの左側に、論理式を追加する。薄める。弱化する。ウィークニング。で、こちらは、えっと、シークエントの右側のコンテキストに、えっと、論理式を追加する。ライトウィークニングですね。はい。で、これは、えっと、左側のコンテキストの論理式の順番を入れ替える。レフトエクスチェンジですね。 こちらは右側のコンテキストの論理式の順番を入れ替える。Light Exchange、はい。それから、これ、左側のコンテキストの、えーっとそうですね、重複した論理式を消す。1つ消す。Left Contraction。でこちらは Right Contraction ですね。はい、でこれが、えーっとまあ、本日の主役ともいえるカット規則ですね。はい カット規則は、えーとまあ、そうですね、直感的な意味合いとしては、補題の仕様とか、えー、と証明図の合成と、まあ、対応しているというふうに言うことができますね。はい。これがカット規則です。はい。えー、続いて、えーと、この下側のまとまり、下側のまとまりは全て論理結合子を、えーと インォーブするので論理規則と呼ばれています。左側のコンテキストに、えっと、否定記号を導入する、えー、規則と。右側のコンテキストに否定記号を導入するもの。えー、それから左側のコンテキストに並ば記号を導入する。こちら右側ですね。という感じでこう左側に 左側に導入するもの、右側に導入するものというふうに分かれています。はい。で、えっと、ひとまず、えっと、この書定義の小説を、えっと、発表し終えた後の時間で、えっと、この推論規則全体を表示しておくので、えっと、まあ、なじみのないという方は、えっと、まあ、そこで書き写すなりして、えっと、なじんでおいてください。はい。さて、L カーにおいて、えっと、証明というものを。はい、出てきました。 今ちょっとチャットで質問が入っていて、はいはい、えっと、ノットカツだけだったり、これシェーファーのせいかな、だけで十分だと思うのになぜ、すべての結合越しの数でランプを決定するのかという質問がノットカツだけで十分あ、表現能力として十分なのにっていうことですか。うん。うーん。まあ、特に理由がないですね。なんか。 うんとそうですね、例えば、程度,程度計算とか、えっと、そういうなんかいろんなシークエント計算だと、もうちょっとあの論理結合子の数を減らしたりするんですけども、えっとまあ、ここではとりあえずまあ論理に興味があると、論理に興味があるということなので、えっと、まあフルにこういろんな結合子を導入しているという認識でいるんですが、よりこうなんか数学の理論を調べたりする上では、確かにこれでは論理結合子も多すぎるし、 ランクの定義もちょっと必然かもしれないですね。はい。なので、まあ、そういう目的では、数学の理論を調べる上では、えー、っと、あの、論理結合子を減らした体系を考えるということがあります。これで答えになってますかね。なんか、あの、それは違うだろうとかあったら、あのぜひ突っ込んでください。島崎さん、どうでしょうか。では、お願いします。はい、では。 再開します、はいえー、と L カーにおける証明というのを定義しますと、はい。で、まあ、ちょっと証明の定義、ちょっと分かりづらいと思うんですが、えっとまあ、次に証明の例が来るので、そこで、えっと、理解していただければ十分ですが、えっとまあ、ひとまず形式的な定義としては、公、え、理、っと、さっきの A ならば A ですね、はそれ自身で自分自身の証明であると、はい。それ自体が証明です。はい、で、えっと、 そうですね。PI、まあ、証明のことを PI って言っちゃうんですけど、PI が、えっと、ガンマ I ならばデルタ I の証明であるっていうときですね。ガンマ I ならばデルタ I の証明であるというとき。で、えっと、で、さらに、これが L カーの推論規則であるとき。はい。まあ、先ほどの例を見ているものだったら分かるんですが、N っていうのは高々にですね、L カーにおいて。た、は、だ、い、あとちょっとここでは一般的な定義をしていて、なんでかっていうと、第2節において、えっと、僕が定義する体系。 では、えっと、N が3とかになったりします。はい、で、はい、これが、えっと、L カーの推論規則である。という、えっときに、それぞれのガンマならばデルタ i の証明を、えっと、こう上に乗っけてで、線を引いて、下側にガンマならばデルタと書いたもの。これがガンマならばデルタの証明になります。証、はい、明を表す記号としては、プルーフの P を用います。 シークエントガンマならばデルタの L カーにおける、えー、と証明が存在するときに、ターンスタイル、L カーがガンマならばデルタと書きます。まあ、ターンスタイルと呼ばれたり、えー、V ダッシュと呼ばれたりしますね。はい。あ、V ダッシュ。イ、まあ、か。はい。で、えー、さらにカット規則を一度も用いなかったという証明が存在するときは、L カーくカットでガンマならばデルタというふうに書きます。はい。大丈夫ですかね。 では、えー、最後に例を見てみましょう。えー、っと、ま、えー、っと、矢印記号、えぇ、ー、ま、空なコンテキストから、こう、A または notA っていうのが、えー、っと、L かマイナスカットで証明可能です。はい。まあ、えー、っと、シークエントの読み方としては、まあ、左側のガンマが例えば仮定で、えー、っと、右側のデルタが、えー、っと、結論だと思っていただければ。 まあこれは A または NotA を結論しているというシークエントですね。はいまあ、要するに A または NotA が L かマイナスカットで証明可能ということです。えー、見てみると、まず議論のスタートポイント A ならばの、A ならば A ですね、はい。A ならば A から始まって、えー、っと右側に否定記号を導入する規則。右側に否定記号を導入する規則。で、右側にまたは記号を導入する規則を適用してこうなって、 で次、この A に、えっと、または規則を適用して、A またはノット A っていうのを導き出したいんですけど、えっと、まあ、一番端っこにないと、そういう規則適用できないっていう形だったので、えっと、エクスチェンジルールを使って、この2つの順番を入れ替えて、で、一番右側にあるこの A に、えっと、またはを導入する規則を適用する。そうすると、こう、被ってるので、分離式を2つ被ったので、コントラクションを使って、はい、お目当ての分離式が証明されると、シークエントが証明されると。 はいということになります。はいえっとでここまででえっと初定義というえっと小説がおしまいになるので、えー、一度ここで休憩を挟みたいと思います。ありがとうございました。いしはいありがとうございました。皆さん今質問等ありましたらよろしくお願いします。ではえっとこれから松本さんに第 2節小説1.2のカット消去定理の、えー、と発表に入っていただきます、えーと。リハーサルでお伺いしている範囲では、消去定理自体は紹介の後、えー、消去定理を厳密に証明することなく例示するとのことでした。それでは松本さんお願いいしまますす、はいえー、小1-2に入っていきます 河合さんもおっしゃっていた通りに、えっと、カット消去定理の証明は詳しくは追わずに、えっとまあ、実際に、えー、やってみると、カットを消去してみるとという形でやりたいと思います。はい。で、これがカット消去定理です。いきなり書いてあるんですけども、えっとまあ、L カーでガンマならばデルタが証明可能。で、あるならば、L カーマイナスカットでガンマならばデルタが証明可能と。まあ、要するに カットを使って証明されたものは、カットを使わずにも証明可能であるというのがカット消去定理でございます。はい。で、以下では、まあ、ずっとカット消去定理の証明が続いてます。はい。で、いくつか、えっと、基本的なところは打っていきましょう。えっと、で、えっと、現点は、えっと、カット消去定理の証明のために、えっと、ミックス規則というものを導入しました。こちらが、えっと、ミックス規則です。これがミックス規則。 えー、ただし、えっと、このミックス規則においては、えっと、このデルタ、このデルタ、そしてこのシグマには、えっと、論理式 C が含まれていないといけません、はい。これ C に関するミックス規則なんですね。はい、デルタとシグマには、論理式 C が現れていないといけない,、はい。で、シグマスターとデルタスターっていうのは、えっと、シグマとデルタから C をすべて消去したコンテクストであります。 えっと、カット規則っていうのは、えっと、ここに現れている C、ここら辺に出てきてた C を1個だけこう消去してましたけど、えっと、ここではですね、えっと、この右側のコンテキストと左側のコンテキストに出てくる全ての論理式 C を消去してしまう、いっぺんに消去してしまうっていう規則。これがミックス規則ですね。はい。で、L カーにおける推論規則、このカットを、えっと、ミックス規則に入れ替えちゃった体系を L カースターと書きます。 で、えっと、簡単にわかる通りに、えっと、L カーと L カースターの証明能力が同じですね。L カーで証明できることと L カースターで証明できることが同値。これ、If and Only If の略です。同値です。はい。で、証明を追うと、えっと、まあカットをミックスで書き換えられたりとか、ミックスをカットで書き換えられることを示せばいいんですが、えー、例えば、カットをミックスで書き換えるのは、えっと、まあカットっていうのは、この、この、これと、これから、 えっとこれを導く、えっと、推論規則でしたけど、えっと、これに、例えば、ミックス規則を適用すると、こうなります。はい。ただし、えっと、余計な論理式 C が、えっと、消されちゃうわけですね。はい。カットで欲しい結論よりも、余計な、えっと、論理式 C が、こう、削られてしまうので、えっと、ウィークニング規則を使って、えっと、C を補充して、はい。あと、X チンに使って並び替えて、元の、えっと、結論を得ると。 こうすることによって、えっと、カットをミックスで書き換えることができます。はい。で、ミックスをカットでも書き換えられますね。はい。ミックスっていうのは、この2つの過程、この2つの過程からこの、この結論を導くっていう規則でしたけれども、えっと、例えばこのデルタに現れる C をすべて右側にこう寄せます。エクスチェンジルール使って、いっぱい使って、えっと、C を全部右側に寄せて、で何回かコントラクション使って、 えっと、C を一つにまとめ上げますと。で、こっちでも同じことします。シグマの中の C をすべて左に寄せて、で、コントラクションルール使ってまとめ上げる。で、これについてカット規則を使うと、えっと、欲しかった結論が得られると。つまり、ミックス規則をカット規則で書き換えることができる。まあ、なので、えっと、エルカーとエルカースターの証明能力は同じですね。はい。これも大事な補題なんですが、えっと、み、これ、このならばの左側。 なちょっとならばがいっぱいあるんですけど、ならばのこの左側、自然言語のならばの左側、はい、これですね、これはミックス消去定理のことを言っています。エルカースターでガマならばデルタが証明可能ならば、エルカースターマイナスミックスでガマならばデルタが証明可能。これがミックス消去定理。ならばカット消去定理。はいまあ、要するにミックス消去定理ができるんだったらカット消去定理ができるということです。なので、我々はまはミックス消去定理をすれば、ミックスを消去すればいいんだなということになります。 そして、これがまあ一番重要な補題。これが一番重要な補題です。えっ、ー、と、P というのを、証明の最後に一回だけミックスを使った、えっ、ー、と、これの証明とし、ルカースターにおける証明としましょう。証明のラストに一度だけミックスルールを用いた証明。はい。で、この時に、この結論の、えっ、ー、と、ミックス規則を用いない証明が存在すると。はい。うん。これが一番重要な補題です。 でこの補題を証明してくくんですが、えっと、もちろん思わないですけど、えっと、この補題の証明のために、えっと、証明の、えっと、回数、ランク P というのが定義されます。先ほど、論理式について回数が定義されましたが、えっと、証明についても回数を定義していきます。はいうん、で、えっと、ミックス規則が使えるためには、このガンならばデルタの、デルタに論理式 C を含まなければいけませんでした。少なくとも1つ、論理式 C を含まなければいけませんでしたが、 えっと、このシークエントからスタートしてですね、上に向かって、えっと、この矢印記号の右側のコンテクストに、えー、論理式 C を含むというシークエントがいくつ連続して連なっているかを数えたいということですね。例えば、ガンマならばデルタがこういうふうになっていて、えっと、ミックス論理式が C だとしましょう。で、その上になんかこんな証明が載っているとしましょう。まだこの上にもいっぱい載ってる、何か載ってるかもしれないんですけど、はいまあ、こ,んなこんな感じになっていたとしましょうか。 そうすると今 C がこの矢印記号の右側に出てくるっていうコンテキストは、えー、ここから、ガンマならばデルタから数えると、1、2、3と全部で3つありますね。はい。3つ連なっています。はい。なので、えっと、この場合、えっと、P の左回数が3であると言います。3つ連なっている。左回数が3であるという。なんで左かっていうと、えっと、ガンマならばデルタが、えっと、左側に出てきてるからですね。左、左上の過程だからです。はい。で、えっと、まあ、 次のような例を思いつかれる方もいらっしゃると思いますが、こう枝分かれしている可能性があるんですね、こういうふうに。枝分かれしている可能性がある。ガンマならばデルタの上の正面が枝分かれしている可能性がある。まあ、もっと複雑に枝分かれする可能性もありますね。はい。そのような場合は、各枝でこう数えてから、えっと、最大値を取るというふうにします。例えば、ガンマならばデルタから、えっと、こっちの枝に向かって、えっと、 矢印記号の右側のシークエンコンテキストに、論理式 C を含むシークエントを数えると、えっと、1、2、3と、3ですね、こっち側。一方で、こっちの枝で数えると、1、2、3、4、5となって、えっと、こっちは5ですね。こういう時は、大きい方を取って、えっと、左回数が5であると。左回数が5であると言います。はい。大丈夫ですかね。一方で、証明 P の右回数。 右回数も定義されます。同様に定義されますと。まあ、先ほどの、えっと、ミックスを使った証明図において、えっとえっと、シグマならばイの、えっと、シグマには論理式 C が少なくとも1つ、えー、含まれていなければなりませんでしたが、えっと、このシークエントから上に向かって、矢印記号の今度左側のコンテクストに、えっと、論理式 C を含むシークエントがいくつ連なっているのかというのを数えると、右回数が定義されます。はい、枝分かれしていたら最,小値をあ最大値を取ってください。 まあ以上で、照、えー、明の左回数と右回数が定義されて、照、えー、明の回数というのを右回数と左回数の和と定義します。これで照明の回数が定義されました。はい、で、先ほどのお題はですね、ミックス論理式 C の回数、ランク C と、照、えー、明の、うん、回数、ランク P に関する二重機能法を用いて証明されます。はい 二重機能法を用いて証明されます。二重機能法とは何かっていうと、えっと、今、えっと、ランク P に関する機能法、数学的機能法を用いるんですね。はい。ランク P に関する、えっと、数学的機能法を用いる。で、その、えっと、機能法の段階で、えっと、ランク C に関する数学的機能法を用いる。はい。二重機能法を用いるわけですね。数学的機能法の証明の際に、数学的機能法を使うという感じで証明されます。 でまあ、本当にに非常に多くの場合分けがあるんですね、はいえっと、先ほど質問にあったりこり、こう論理結合子の数を減らせば、この場合分けも少なくなって、より証明が簡単になります。はい。まあ、いっぱいあるんですけど、えっと、ここら辺を追いましょう。ここら辺だけ追います。はい、ここら辺だけ追います、はい。では、飛ばして。はい。えー、はい。 こういうときを考えてみましょう。ガンマならばデルタが、先ほどの P におけるガンマならばデルタが氷であるときっていうのはこういう形をしているわけですね。ガンマならばデルタが C ならば C という氷の形をしていて、でミックスルールがこのように適用されていたとしましょう。はい、ランク P は2なので、はいえっと、直前にこう C が、ね、右側に導入される。こっちは直前にこう C が左側に導入されるということですね。はい、で、まあ、こうなっていたとしましょう。 こうしたらですね、えっと、次のように証明図を変形します。まず、シグマならば π の証明を取っていきます。シグマならば π の証明をこう取ってきて、ここに載せておくと。もちろん、えっと、これ、証明の最後に一度だけミックスを使っているので、えー、シグマならば π の証明においてはミックスは使われていません。はい、で、シグマに現れる C を一旦、エクスチェンジ使って全部左側に寄せて、コントラクション使って一つにまとめる。うん、そうすると、この結論が得られるわけですね。はい、で、今これ一度もミックス使っていないので、 えっと、ミックスを使って得られた結論の、えっと、ミックスなしの証明を得ることができます。基本的にはこのようにしてミックスを消去していきます。はい。次。まあ、シグマならば π が氷であるときも同様にできますね。はいで。次、ガンマならばデルタがライトウィークニングによって導出されるとき。すなわち、えっと、これ今、えっと、一っていうのは、証明のランクが2なので、左回数、左の回数は、えっと、1一ですね。 なので、直前でこう論理式 C が導入される。何によって導入されるかというと、例えば、ウィークニングによって導出されるときがあるわけですね、はい。ウィークニングによってこの論理式 C が出てくると、はいで。直前にウィークニングで出された C がミックスによって消去されるという場合を考えてみる。はい、でこのときは次のように証明図を変形すればいいと。まず、ガンマならばデルタスターの証明をここに持ってきます。はいまあ、デルタスターには論理式 C 現れてこないので、 現れたら左回数が2より大きくなっちゃうので、はい、なので、もうデルタスターって分かりやすく書いちゃってます。はい、でまず、ガンマならばデルタスターの照明を持ってきてで、左側にはシグマスターの要素を足して、右側には π の要素を増やすと。はいまあ、ウィークニングいっぱい使うんですね、はい。で、この結論を得ることができると。よって、まあ、ミックスを使って得られたこの結論が、えっと、ミックスを使わずに得ることができました。 ではい、シグマならば π がレフトウィークニングによって導出されるときも同じですね。はい、でこれらの、えっと、場合、すべて起こらないとしたら、えっと、ガンマならばデルタもシグマならば π もともに論理規則によって導出されるほかはありません、はいうんまあ。何の論理規則によって導出されるかで場合分けが行われるんですが、えっと、ここではかつの場合だけ見ましょう。はい すなわち、まあ、こんな感じになってるんですね。この先ほどの証明 P なんですけれども、えー、と今、A かつ B というのが、えー、とミックス論理式。A かつ B がミックス論理式ですね。でもちろん左回数も右回数も1なので、過程から、はい。左回数も右回数も1なので、直前でこう A かつ B が同出される。何によって同出されるかというと、論理規則によって同出されると、はい。A と B から A かつ B が同出されると。一方で、こっちは A から A かつ B が同出されていると、はい。こういうとき。 こういうときはですね、次のように証明図を変形します。はい。この,この仮定、ガンマならばデルタスターカンマ A と、A カンマシグマスターならば π って、これ A に関するミックス規則が適用可能ですね。A に関するミックス規則が適用可能。だから適用しちゃいます、はい。今度こっちでミックス使うんですね。A に関するミックス。先ほどは A かす B に関するミックスでしたが、A に関するミックスを用います。はい、そうすると、こういう結論が得られます。ここで えっと、例えば、シグマスター、シャープ A っていうのは、えっと、シグマスターからすべ、えっと、ての論理式 A を消去したコンテキストになります。はい、まあ、そうですね。ミックス規則を適用するので、シグマスターからも論理式 A は全部消えます。はい、デルタスターのシャープ A も同じですね。ここからすべての論理式 A が消えちゃいます。はい、なんですけど、えっと、我々が得たい結論はこれだったので、えっと、無駄に論理式 A が消えちゃったので、はい、失われた論理,式を論理式 A を回復して、えー、元の、えっと、結論が得られると。 それでですね、えっと、先ほどのえっとミックス論理式のランクよりも、今の,ミッ,クスのロンミックス論理式のランクの方が小さいですよね。はい、なので、我々はえっとミックス論理式に関する機能法も回していましたから、えっと、ランクが小さくなっているということで、機能法の過程により、ここのミックスって消すことができます。はいまあ、正確に言うと、ここの上から上,ここから上の証明図を取ってくるんですね。こっから上の証明図を取ってくると、 えっとこれ、証明の最後に一度だけミックスを使ったっていう例のえ証明図になって、しかもランクが A より、ランクの、ランク A はランク A かつ B より小さいので、機能法の過程から、えっと、これの、この結論のミックスな証明が得られる。ミックスな証明が得られる。ということなので、えっと、この結論のミックスな証明も得られると。はい。こんな感じなんですね。はい。まあ、これが、えっと、ランク P が2であるときの、 証明方針になります、はい、では、えー、っと、で、ランク P が2より大きいときっていうのは、えっと、基本的にランクを下げていく。P のランクを下げていく。という作業をします。はい。まあ、ランクを下げるっていうのは、例えば分かりやすく言うと、ミックスを使う位置をどんどん上に押し上げていくと。どんどんミックスを使う位置を早めにこう上に押し上げていく。 ランクを減らしていって、で、先ほどの、えー、と簡単にカット消去できる、あミックス消去ができる、えー、と状態に持ち込んでいくっていう方針が取られます。はい、でも追いません。えっ、ー、と、興味のある方は追ってみてください。最後に1つだけ放題があります。はい、えっ、ー、と、まあ、ミックス消去定理ができますということですね。ミックス消去定理ができます。はい、どうやってやればいいかっていうと、えっ、ー、と、まあ、 このガマならばデルタの照明に、まあ、ミックスが出てきたとしたら、ミックスが出てきたとしたら、まあ、一番上のミックス、一番上側にあるミックスに注目するんですね。そうすると、そこから上っていうのは照明の最後に一度だけミックスを使ったっていう例の状態になるので、それを先ほどの補題からミックスを消去していく。上から順番にミックスを消去していく。っていう感じで、まあ、もちろんミックスは有限回しか使われてないので、えー、はい。ミックス消去ができると。うんで まあ、補題1 2、2よりミックス消去定理ができたら、カット消去定理もできるっていう補題があったので、えー、ミックス消去定理が、あ、嘘です、カット消去定理が証明できると。はい。いうことです。では、具体的なカット消去に移ります。はい。えっ、ー、と、こんな証明図を考えてみました。こんな証明図を考えてみますとちょっと、でかいんですけど、まあ、これでも小さい方ですね。はい。で、えっ、ー、と、カットが、 えー、3つ使われている、非常にあの遠回りのある証明ですね。非常に遠回りのある証明、はいまあ。例えば、これの最短の証明を考えるとしたら、えー、A ならば A からスタートして、左側に C を追加して、右側に n o t n o t b を n o t c を追加すると。うん、で、あと、ここ順番に入れ替える。まあ、4段で証明できますね。はい、4段で証明できることをこの長ったらしく書いてます、はいで。これからこの3つのカットを消去します。はい で、えっと、やり方としては、まあ、さっきの証明を追っていけばいいんですけど、えー、まず、この証明図をエルカースターでの証明図に書き換えます。すなわち、カットを全部ミックスで書き換えます。はい。ところがですね、えっと、これ、まあ、見たら分かる通り、これ、実はカット規則でもあって、ミックス規則でもありますよね。はい。これもそうですね。でこれもそうです。これ、3つとも全部カット,ショカットでもあって、ミックスでもあると。はい。 ということなので、もうこれそのままエルカースターの、えっと、証明図になります。ちゃんと言うと、ここのカットミックスっていう文字で書き換えれば、エ、え、ル、っと、カースターの証明図になります。はい。というわけで、えっとまあ、簡単にエルカースターの証明図になりました。で、えっと、今度はミックスに置き換えられたので、ミックス消去していけばいいんですけど、えっと、消去の仕方ですね。えっと、一番上にあるミックスから消去するんでしたね。はい。で、一番上にあるミックスはこの2つですね。うん。 はい、この2つ、証明図取ってきました、はい。ここにあります。で、まあ、これらのミックスを消去したいんですけど、すごく簡単で、えっと、こことここ同じシークエントですよね、はい。こことここもシークエント同じですよね。はいまあ、よって、えっと、そのまま、こんな規則使わずに、えっと、もうこ、この、これが結論でいいんじゃないのっていう話ですね。これが結論でいいんじゃないのっていう。 ということなので、はい、この上側にあるミックスは2つとも簡単に消去できます。はい、で、これを消去して、えっと、ここから上の証明図、この証明図にある2つのミックスを消去すると、えっと、こ,うこ,うこうなります。こうなります。こうなります、はい。こうなって、で、残るミックスは1つだけになりました。これさっきの証明図、はい。残るミックスは1つだけ。で、ちょっと紙の,の幅の都合上、 えー、PDF の幅の都合上、えっと、ここから上省いちゃってるんですけど、ここから上にはこの証明図が載ってます。この証明図が載ってます。はい、これで、あとミックス規則一つだけになりました。はい。で、まあ、このミックス規則なんですけど、えっと、右回数数えてみましょうか。右回数。えー、今、ミックス論理式って B かつ C なんですけど、えっと、例えばこっちの枝で数えると、B かつ C は1、2、3、4と現れているので、4。 こっちも1,2,3,4と現れているので、えっと、このミックスの、えっと、ミックスを使ったこの照明の右回数が4ですね、はい。右回数は4です。はい、なので、えっと、これを下げていきます。ミックス回数を下げていく、はい。照明の回数を下げていく。具体的には何をどうするかというと、えっと、ここからここにかけて、ですね、えっと、notB ornotC が、えっと、右側に導入されています。notB ornotC が右側に導入されている。 で、その後にミックスしたんですけど、別にそれ後回しにすればいいっていう話ですよね。はい、後回しにすりゃいいじゃんと。つまり、今、ここのラインでミックス使ってたのを、ここのラインでミックスを使って、このラインでミックスを使って、はい。で、notb や notc を右側に導出するのは、その後でいいじゃないっていう話ですね。はい。実際にやると、こうなりますね。はい。ここでミックス使っちゃう。ここでミックス使っちゃう。 で、notb は notc をその後に右側に押し出すと。はい。っていう感じですね。はい。これで、えっと、なんと、右回数が、えっと、ここちょっと省略されちゃってるんですけど、右回数が4から3になりました。はい。めでたいですね。4から3になりました。で、これをどんどん繰り返していきます。はい。えっと、今これ notb と notc から、notb は notc を導出している。その後にミックス使ってるんですけど、えっと、はい。 ノット B やノット C を導出するのは後でいいじゃんっていう話ですね。こことここでまずミックスを使う。で、こことここでもミックスを使う。はい。ちょっとミックス使う回数増えちゃうんですけど、ノット B とノット C からノット B やノット C を導出するのはその後に回すと。はい。具体的にはこのようになりますね。はい。ここでミックスを使うと。ここでミックスを使う。で、ノット B はノット C からノット B はノット C を、えっと、 どうしてするののはその後にすると、うん、っていう感じ。まあ、ちょっとこの上でし来ちゃってますね、はい。これで今度この2つ、ちょっとミックス増えちゃったんですけど、ミックス増えちゃったんですけど、えっと、2つともえっと回数が、右回数が2になりました、はい。さっき3だったんですけど、1段上げたので、これ右回数2です。これも右回数2、はい。もっと右回数下げましょう。もっと右回数下げる。同じようにやると、はいえー、ここ。 これですね。これ。こっちの証明図の、えっと、右回数をもっと下げるとこうなりますと。はい、で、えー、こっち側の証明図。これの右回数を下げるとこうなると。で、こっから下の部分は、えっと、最後にまとめてこう書いちゃってます。ちょっとでかすぎたので、えっと、3段に分けて書きましたが、はい。で、これよく見てみると、えっと、B かつ C、ミックス論理式 B かつ C が直前に導入されてますよね、左側に。 直前に導入されているで、こっちも直前に導入されているわけですね。B と C から B かつ C。というわけで、めでたくこのミックスの、えっと、回数っていうのは、ミックスの証明としての回数っていうのは2になりました2。いわゆる証明のベースケースになりました。こっちもそうです。直前に B かつ C が導入されているので、えっと、ミックス規則のミックスの、えっと、証明のランクが、回数が2になりました。はい。で まあこれ、どっちとも、か、え、つ、ー、の論理規則によって同出されてますよね、はい。で、この場合の証明っていうのはさっきおったんですけど、ここだったら、えーと、これと、これと、これに関するミックスをすればいいじゃないかということですね。これと、これに関するミックスをすればいいじゃないかと。こっちだったら、これと、これに関するミックスを使えばいいと。で、こっちは、えっ、ー、と、これと、これに関する、えー、とミックスを使ってしまえばいいと。はい。っていうことでした。 まあ実際にやってみると、こうなります、はい。先ほど B かつ C のミックスだったのが B に関するミックスになりました。さっき B かつ C のミックスだったのが C に関するミックスになりました。はいまあえー、とミックス論レ式の回数を下げる、ランクを下げるっていう操作ですね。はい、めでたく、えー、とミックス論レ式のランクがどっちも下がりました。はい、で今度また、えーと 右回数数えてみると、1、2、3ですね。こっちも1、2、3と、えー。残念ながら、えっとえー、ミックスロースクの回数は減ったものの、証明としての回数が上がってしまったので、これをまた1にします。あ、2にします。ごめんなさい。右回数を1にしていく。はい、で、実行するとこうなります。実行するとこうなる。はい。めでたく右回数が1になりましたね。 で、まあ、いきなりここから消去できるんですけど、えっと、まあ、さっきの証明に忠実にやると、左回数も1にしなきゃいけない。こっち、今、左回数が B123 ってあって、こっちは C が1234ってあるので、左回数、これ3と4ですね。これを全部1にしていくと、こうなります。こうなります。はい。で、まあ、ここまでくれば、この一つのミックスの、えー、消去はめちゃくちゃ簡単ですね。まあ、これなんて、はい、全く変わらないですから、まあ、いきなりこれを行為として導入しちゃえばいいと。 でここも一緒なんで、ミックスなんか使わなきゃいいですよね。はい。で、これでミックスが消去できて、はい。これで、えー、元の結論のミックスなしの証明が得られましたと。はい。ミックスなしの証明が得られました。まあ、このようにして、えっと、すべての、えっと、カットを使った、えっと、証明図を、カットを使わない証明図に、えっと、書き換える、まあ、手続きが与えられたということに なります。はい。で、えっとこの小説はここまでなんですが、えっと次の小説ではこのカット消去定理から得られる K について紹介します。はい。ありがとうございます。はい、松本さんありがとうございました。最後言っていただいた通りに次は、えー、カット消去定理の応用および K についてまあ、紹介していただきます。それではレコーディング止めますね。 えっと、最初の発表のセクションでは、えー、松本さんがシークエント計算を導入してくださいました。続いて、えー、小説1.2にあたる2回目の説では <coughs> シークエント計算のカット消去定理を、まあ、証明をスケッチした後実際にカット消去のアルゴリズムを例ジイラストレーションしてもらいました。 えとこれ続く第3回目の説1点小説1.3に発表資料の小説1.3にあたる部分では、えー、カット消去定理の形に相当する、えーとまあ、アプリケーションですね、えー、カット消去定理のアプリケーションを紹介してくださいます。これら特に形も含めて、えー、と何度か研究されている原点の1934年の論文で、えー、と紹介されたもので えと今回の発表内容というのは、現在の1934年の論文を、まあ、紹介するといいますか、そこをも、えー、とに行われているものです。えー、と現在の論文自体が、えー、体系とこのその体系に関する基本定理を同時に紹介しているものなので、えー、そのような次第になっていることと想像します。これからカット消去定理の形応用について、松本さんに発表していただきます。 では皆さん、発表の順を大きくよ準備に入ってください。はい。えー、っと、で、K の1の3に入っていきます。あ、小説1の3ですね。小説1の3に入っていきます。はい。で、ここではまあカット消去定理の K をいくつか紹介するんですが、えー、っとまあまず、もう一回カット消去定理のえー、っとステーメントを述べておきましょう。はい。まあ、ガンマならばデルタの L カーにおける証明があったら、 えっと、そのカットを消去する、まあ、手続きが与えられるということですね。はい。大丈夫でしょうか。はい。で、えー、はい。この定理の意義って何でしょうか。まあ、カット消去定理って、まあ、証明論の基本定理と言われてるんですけど、まあ、なんででしょうということですね。はい。で、原点が、えっと、源泉の言葉ですね。冒頭で引用した原点の言葉をもう一度見てみると。はい。 Every Purely Logical Proof.、まあ、これに対応しているのが、えっと、l ルカーの証明ですね。はい、can be reduced to。まあ、つまり格好、還元されるということですね。でまあ、1位ではないけれども、まあ、ノーマルフォームに書き換えることができる。還元することができる。まあ、これが、まあ、カットナし証明に対応しています。対応していますカットナし証明であるとはちょっと言えないんですけど、まあ、対応しています。はいでまあ、そのようなカットナ証明って、 まあどういう性質を持つのかっていうと、えー、遠回りがないと遠回りがない。はいまあ、これについては第2節を見てください。で、えっと、ここですね。はい、えー。結論に出てくるもの以外の概念を一切含まない。そのようなカットなし証明っていうのは、結論に出てくるもの以外の概念を一切含まないと。コンセプト。ちょっとコンセプト概念って訳しちゃったんですけど。はい。で、このことを述べているのが、えっと、部分論理式性ですね。部分論理式性。 部分論理式でこのようになりますシークエントガンマならばデルタの L カマイナスカットにおける証明に現れる任意の論理式というのは結論であるこのガンマとデルタのある要素の部分論理式です。はい。部分論理式になっています。はい。まあ、これはあの推論規則見ていただければ分かるんですけども、推論規則のまあ結論部分は仮定、上側にある仮定部分というのは結論部分のえっと部分論理式によって構成されていると。よって えっと、ガンマならばデルタが L カーで証明可能だったら、L カーマイナスカットでも証明可能なので、えー、ガンマとデルタの要素の部分論理式しか現れないような、えー、ガンマならばデルタの証明が存在します。はい、これが部分論理式ですね、はいまあ。結論に現れる論理式のみ、またはその部分論理式のみを用いた証明というのが可能ですよということですね。 でここから従うのがですね、命題論理の矛盾性ですね。はい、命題論理が矛盾しないことが示せます、はいで。その前にまず矛盾をシークエントで表すことを考えましょう。はいえー、ちょっとここ読みにくいんですけど、ガンマが、ガンマからガンマならば、空なコンテクスト。これが証明できるということと、えー、とある論理式が存在して、えー、とガンマから A とノット a どっちも証明できると。 というこ同値、まあ、ですね。空、は、欄、い、なコンテクストが証明されることと、えっと、A と NOTA どっちも証明できるというのが同値ですね。これ、証明簡単なので、ぜ、ま、ひ、あ、追ってみてください。はいでまあ、一般に、えっと、ガンマが矛盾するというのは、えっと、ガンマからある命題の肯定と否定が両方とも導けてしまうと。はい、つまり、これかつこれですね、はい。ということでしたので、 でさらにそのことは上の古代から、えっと、ガンマからクーナコンテクストが導かれるということと同値ですね。はいで。これらを踏まえるとえ、論理が矛盾するっていうのは、まあ、何も仮定してないのに、まあ、ちょっとこれも怪しいんですけど、怪しい、これ怪しい説明なんですけど、まあ、何も仮定してないのに、まあ、論理的推論のみによって、えっと、矛盾が導けてしまうと。クーナコンテクストからクーナコンテクストというシークエントが導けてしまう。そういう状態であると定義できますね。 でまあ、このシークエント証明可能なのかっていうと証明可能じゃないです。えっと、部分論理式性から明らかですね。はい。それが無矛盾性です。L カーにおいては、えっと、クーナ,コンクーナシークエント。クーナコンテクストならばクーナコンテクストというシークエントは証明できません。はい。そうですね。これの部分論理式性を満たすような証明ってないですからね。はい。ということで、まあ、我々はかなり有限的なやり方で、えっと、メダ論理が矛盾しないことを示せたと。 まあ命題論理シークエント計算が矛盾しないことを示せたと。はい、で、最後、えっと、与えられたシークエント、シークエントが与えられたというときに、その証明を探索するということについて、えー、考えてみましょう。はい、で、まあ、具体的にどういうことを考えるかっていうと、えっとまあまあ、シークエントが例えば与えられて、えっと、その証明図書いてくださいということですねで。なかったらないって答えろと。あるんだったらその証明図書けとっていうことなので、 えっとまあ証明面図を下から上に書いていくことになるんですね。ガンマならば出ると結論部分において、じゃあその1個上に来るシークエントって何だっていうことですね。で、その探索の範囲って、そのシークエントの探索の範囲って、まあ、結論に出てくる論理式の部分論理式だけを含むシークエントに限っていいんですね。はい、部分論理式性のおかげで、うん。だから結構探索の範囲が狭まると。探索の範囲が狭まる。で、このことからちょっと工夫すれば、えっと、与えられたシークエントが。 証明可能であるか否かを判定できると。で証明可能であるなら証明を書くと。と、うん、いうことができることが分かります。はい、ただし、これ、命題論理だけですね。古典述語論理では成り立ちません。さて、えーとまあ、具体的にどういう工夫をするかなんですけど、えー、とさっきも言ったようにこう与えられたシーケントがあって、じゃあその証明図における一段上に来るシーケントってなんだっていうことそれを探索するんですね。でそのようなシーケントはもちろん えっと結論に出てくる論,、えっと、論理式の部分論理式だけを含むシークエントを探せばいいんですけど、でもそのようなシークエントって無限個あるわけですね。なんでかっていうと、同じ論理式が何回でも出てきていいので、何回でもシークエントに出てきていい。それではちょっと探索できないので、えっと、シークエントに現れる論理式の、同じ論理式の数を制限するっていうことを考えます。それが次の定義ですね。えー、シークエントガンマならばデルタについて、 同じ論理式が4つ以上現れるってことがないときに、ガンマ並ばれるデルタを R c ーとっています。はい、でここで R c ーケントというのはこの、僕が今、今というか、この発表のために作った用語なので、一般用語ではないですね。源泉の論文では Reduced s e q トと,と呼ばれています。はいまあ、その Reduced の R を使ったわけですけど、まあ、Reduced というとカット消去の Reduced も混ざるので、ちょっと採用しませんでした。はい、でそのようなシーケントを R c ーケということにします で証明におけるすべてのシークエントは R シークエントであるようなカットなし証明のことを R 証明と言います。はい。R 証明。はい。で、まあ、我々がまともに探せるのは R 証明だけなんですね。はい。で、この補題。ガンマならばデルタが証明可能としましょうと。はい。で、コンテクストガンマとデルタにおいて、同じ論理式が2つ以上現れてるっていうときにガンマ、ガンマかデルタに、まあ、同じ論理式が2つ以上出てるっていうときに、 えっと、それを一つに減らしたコンテクストをガンマ R とデルタ R としましょう。そうすると、ガンマ R ならばデルタ R っていうのは R シークエントですね。はい。で、この時、ガンマ R ならばデルタ R の R 証明が存在します。これなかなか複雑なお題なんですが。はい。えっと、で、これちょっと証明書いてなくて、演習に回しちゃったんですけど、まあ、アイディアとしては、アイディアとしては、えっと、常に証明のすべての段階において、 ガンマかデルタに同じ論理式2つ現れてたら、コントラクションを使って、コントラクションルールを使って、えっと、その現れを1つに減らしていくと。減らしていく。そうすると、どんなに頑張っても同時に同じ論理式はシークレントに3回しか出てこない。そういう証明が出来上がりますので、はい。まあ、演習問題に挙げているので、はい、気になった方は考えてみてください。この放題の証明結構簡単ですね。はい。で、ここから決定可能性が従います。決定可能性っていうのは、さっき言ったように、えっと、与えられたシークレントについて、 それが証明可能であるか否かを判定できる。まあ、証明可能であるんだったら、その証明図を返してくる。ということは可能ですね。はい、で、ここにまあいきなり、ガンマ R ならばデルタ R の R 証明が存在するか否かを判定すればいいって書いてあるんですけど、ガンマ R ならばデルタ R の証明が存在することと、ガンマならばデルタの証明が存在することは同値ですね、はい。ここからこっちは、えっと、ウィークニングで証明できますし、 えっと、ここからこっちだったらコントラクションで証明できます。ああ、はい。えっと、4つ以上の4はですねあ、ごめんなさい、ちょっとチャットに答えてるんですけど、えっと、そうですね、これ、あの、適当に思いついた数ではないんですね、実は。えっと、まあ、先ほどのこの補題の証明を考えてみるとわかるんですが、えっと、こう、 同じ論このガンマとデルタに同じ論理式が2つ現れないように証明の中で意識するんですけど、でもどうしてもそのなんの、例えばガンマとデルタにおいて、まあ、論理式 A が2つ以上現れてないとするじゃないですか。でそうすると、ガンマならばデルタにおいては、その論理式 A は、まあ、最大で2回までしか出てこない、2回までしか出てこないんですけど、えっと、そこからなんか1つ推論をしたら、まあ、A が導入される可能性があるんですねで。そうすると同時に今、ガンマならばデルタに論理式は3つ出てくると。 でも3つ出てきたら、まあ、ガンマかデルタに2つあるってことだから、それを、えっと、消去していけばいい。まあ、つまり、この作業においては同じ論理式は、えっと、まだ三3つまででコントロールできるんですね。なので、えっと、4つ以上出てきたらアウトというふうにしてます。はい。大丈夫ですかねちょっと、えー、説明があまり良くないかもしれないんですが。えっ、ー、と、原点はどうだったかな ?4 だったかな ちょっと覚えてないですけど、沿線も4だったんじゃないかなという感じがしています。大丈夫でしょうかね。あちょっとあの私から質問ですが、はい、質問を補足するような質問ですが、要するに、えー、っと、えー、R-Seq エントで、なんていうの、r シー q エントでやり続けてほしい 出てくるものがその時にえっ、ー、に、理想的には前件に一つ、後件に一つあればぐらいの気持ちだけど、それは実現できるかというと厳しいと、る、えー、シークエントのであり続けてくれるためには、3までだったら許容できる、なぜかというとコントラクションがあるからだという理解でよろしいでしょうか。そ、はい、そうですそうですその通りです はい、ありがとうございます。大丈夫ですかね。また何かあったら言ってください。はい。で、どこで中断したんだっけえっと、一旦、K1 の3の6の証明に入ったところで、はい、えっと、はい、質問に答えるために、はい。戻ってた、はい。ありがとうございます。えっと、はい。えっと、ガンマ R ならば、デルタ、あ、そっか。ここの証明可能性がどっちであることは言ったんでしたね。はい。まあ、じゃあ、もう一回証明を読みます。はい。 でこの、はい。でこの証明なんですが、えっと、まあ、いきなりこのガンマ R ならばデルタ R の R 証明が存在するか否かを判定すれば良いとあるんですがえ、なんでかっていうと、まずガンマ R ならばデルタ R の証明可能性とのは、ガンマならばデルタの証明可能性と一緒ですね。これが証明できたらウィークニングでこっちが証明できますし、逆にこれが証明できたらコントラクションでこっちが証明できる。はい。なので、まあ、これの証明が存在することを言えばいい。 でさらに、証明が存在することと R 証明が存在することは、補題135で同値になったので、要するに、ガンマ R ならばデルタ R の、R 証明が存在するか否かを判定すればよいと。はい、でさらに、ガンマ R とデルタ R の部分論理式だけからなる R シークエントは有限個しかありません。はい、まず、ガンマ R とデルタ R の要素の数は有限個しかない。で各要素について、命題論理なので、部分論理式も有限個しかない。はい、でさらに、それらの論理式が最大で3つしか出てこれない。 なので、そのようなシークエントは有限個しかありません。部分論理式よりなる RCQ では有限個しかないので、まあ、これちょっと最悪なこと考え書いてあるんですけど、それらを組み合わせて証明ができるかどうかを試せばよいと。はいまあ、ここで、まあ、理論的にはできるよということが書いてあります。はいまあ、具体的なアルゴリズムはいろいろなものが考えられます。はいまあ、ただ書いてません。はい、これでまあ決定可能性の証明がおしまいですね。はい でまあ、アディショナルなことなんですが、えっとまあ、具体的なアルゴリズムというのはいろいろなものが、はい、考えられますが、えっとまあ、一般にです、ねえっと、そうして得られるカットなし証明ってすごい長い,長いんですね。カットなし証明ってカットあり証明に比べて非常に長くなります。はい、でどのくらい長くなるかというのは、えっと、私の9月の例会の発表資料を見ていただくと、えっと、非常に真面目な証明が書いてあります、はい。長くなります。長くて冗長なものになりますと。 でまあ、人類が、えっとまあ、カット消去定理によって使わなくてもいいはずのカットを用いる理由の一つには、えっと、カットを用いると照明が短く簡明になるということが挙げられます。はいでまあ、実際に、えっと、カ,ット対カットに対応する規則しか持たない体系における、えっと、照明探索のアルゴリズム、導出アルゴリズム、レゾリューションですね、が、えっと、定理自動証明でよく使われていますと。はい、で <laughs> こちらについては、えっと ラブランドっていう人の、えっと、えー、これですね。はい。オートメッテッドセオレンプルーディングが割と分かりやすいんじゃないかなと、はい。思っております。はい。えー、これで、えっと、えー、経緯についてはおしまいなんですが、最後に文献案内をします。あ、というかそうか。ごめんなさい。文献案内じゃなくて、まずその後に、その、この後の PDF の進み方をちょっと、はい。 はいでまあ、この後なんですが、1回述語論理のシークエント計算が紹介されます。はいまあ、これも、はい、気になる方は読んでみてください。1回述語論理のシークエント計算、まあ、こんなアディショナルの推論規則が出てきて、これらについてもカット消去定例が成立します。はい、で部分論理式性もー矛盾性も従います。決定可能性は従いません。はい、でこの後に演習問題があって、 えと次のシークエンスの証明図を書けっていうことなんですが、えー、と大量にあります。はい、あのシークエンス計算に馴染めないという方は、この証明を通して。はい、で、はいまあ、飛ばしてしまったものの証明とか、一回述語論理のシークエンス計算になれるための、えっと、問題ですね。あと、カット消去定理、一回述語論理のカット消去定理をリアルに証明してみてくださいという問題があります。 で最後、文献案内ですね。2章は、えっと、2節は次の例会の発表資料です。えー、っと、最後に文献案内なんですが、よいしょ。はい、これですね。はい、えー、っと、で、まあ、証明論の基礎的な内容を含む文献といったんですが、結構偏、偏、うん、偏ってないといえば偏ってないんですけど、えっと、シークエント計算を用いた、えっと、証明論の文献に偏っているという意味で、 シークエント計算を用いた証明論の文献としてはあまり偏ってないと思うんですけど、えっ、ー、と、ま、香港の内容はこの現前の論文ですね。えぇ、ー、英訳,訳すると Investigations into Logical Reduction と呼ばれるものですね。1934とあるんですが、まあ、1935とする文献もありますね。はい。で、あと、竹内返しの Proof Theory Second Edition、えー。もうこれもさん参照しますと でそうですね。うん。まあ、これ結構いい本です。はい。で、シーケント計算による証明論の和文献で、まあ、こんなものを挙げました。はい。えー、竹内返しの証明論入門。えー、っと、そうですね。この、そうですね。えー、っと、そうですね。まあ、このセミナーの内容が、まあ、よく読み込めたという場合には、えー、っと、まあ、次にこれを読むのが、 割といいんじゃないのかなと思います。まあ、うん、はい。で、そうじゃないというときには、まあ、この数理論理学除説は、まあ、いろんなこうシークエント計算による証明の例とかが書いてあっていいです。はい、いい本です。で、これは PDF なんですね。えっと、フリーアクセスであると僕が認識しているものにはスターをつけています。カットエリミネーションを中心とした証明の2文。これはちょっとシークエント計算ではない、あ、違う、L カーではないシークエント計算。 なんですが、テー計算というものですね。はいこれについて、えっとカット消去定理も示してありますし、えっと完全性定理も証明されていると。はい。でさらに、えっと一回述語論理のシークエント計算のカット消去定理特有の形というのがあるんですね。えっとまあ、これには書いてないんですけど、前原の補題とか。前原の補題って言うとダメか。えっとクレッグの補題とか。 グレッグのインターポレーション・セオレムというのがあるんですけど、それとかエルブランの定理は載ってますね。エルブランの定理とか、うん、そういうのが載ってます。なので、まあ、これも結構次に読まれるものとしていい,い,いのかないいと思います。ちょっと通理論理学の基礎には慣れてないといけないんですけどね。で、要所だったら、まあ、たくさんあって、えっと、このサミュエル・バスのアン・イントロダクション・とブルース・テオリーは、まあ、非常に、非常に優れた PDF だと思います。えっと、これも、これについては、あの、さっき言ったレゾリューション、 同う質ってありましたけど、レゾリューションについても基礎的なことが書いてあります。はいあとは、まあそうですね、ここら辺は割とまあむず難しい、難しいめなのかな。はいまあ、でも古典的な優れた文献ですね。はいで河合さんもちょっとおっしゃってたんですが、まあ、自然栄機という証明体系も考案しました。で、まあ普通の自然栄機というか、まあ普通の自然栄機ですね、は、えっとまあこの前原さんの記号論理入門が非常に、非常に優れていると思います。はい これはまあ、はい。非常に優れてると思います。で、まあ、そうですね。この後に読むものとしては、まあ、えっ、ー、と、現在の先ほどの論文もそうですし、えっ、ー、と、プラビッツのナチュラルリダクションが、まあ、進められるかなと思います。はい。そうですね。まあ、部分構造論理はいいか。はい。で、あと、ちょっと普通な自然液って言ったんですけど、普通じゃない自然液がこの2節に書いてあります。この PDF の2節に書いてあります。はい。という感じで。 文献案内を終わりますはい、ありがとうございましたはい、松本さんありがとうございました以上で発表全体を通して終わりとしますはい、ありがとうございますはい、ありがとうございました